やっほー聞こえてるかな。こんばんは。あ、待ってましたありがとうございます。やっほーみんな。あ、聞こえてる、よかった。なんと、まあ、一人のショールームはすごい久々ということで、なんとなく始めてみましたやっほやっほー。え、なんなら初めて来たって人もいるんじゃないですか。だいぶ珍しいですよ、私が一人でやるの。復帰してからはね、メンバーとやったりとかはあったんですけど、ミクニとかミクとかとはやってたんですけど、あ、初めて、あ、初めましてですなんかショールームどうやってやってたか本当に思い出せなくて、あ、楽しみにしてた、ありがとうございます、嬉しい。コメントが「ソロ初めてですか？」だって数えたくないんだけど、あのファースト写真集を発売決定しましたの時に一回ショールームやって、それ以降やってないんですよね、個人では。あれも30分とかしかなかったから、本当にお仕事関係なくやるのがめちゃめちゃ久しぶりです。3年半くらいか。そんな前なんだね。そう、あの私が個人でショールームやってた時に、あのタイトルつけてたんですよ当時当時はあのおしゃべりスキルアップショールームみたいなのを言ってたんですよねその時代知ってる人いるかな、ここに懐かしい、懐かしいよね。やってたんですよ実は。見てた？懐かしいよね、あの時の。今でもつけるだいぶスキルアップしたと思いますよ、当時より。ラジオもやってますから。あ、結構いる、見てた人。ありがとうございます。北海道から見てる、あら、北海道めっちゃ好きですよ私。皆さん今何してたんですかちょっと待って、声がねすいません、ちょっと声が失礼しました。皆さん何してたんですか今。火星から見てる、それは嘘だろう。勉強中、あら、そっか、受験生とかもいるんだもんね。なんか、まあ、この時間流し見でも全然いいんで、ちょっとでも、まあ、休憩の時間にしてもらっても大丈夫ですゆったりしていきましょう。お勉強お疲れ様です。ゲームやってたゲーム中か、ありがとう気づいてくれて。サッカー見てる、あ、そっか、サッカーやってるんじゃん。私は見たかったな、結果見よう後で。
コメントが読めない。夜ご飯何食べた？夜ご飯ちょっとまだ食べてないっす。夜ご飯どうしようかな。でも今から食べるのはちょっと罪だからな。明日の朝ご飯なんか決めよう後で。あら5万人も、あらありがとうございます、ありがとうございます。嬉しい、いっぱい見てくださってありがとうございます。最後までお付き合いください。食べようと思ったらこの時間そう、なんかある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 だな。気づいたらこんな時間になってるとかある。ゲームしてたら余計ある。ご飯はちゃんと食べます食べてるよちゃんと。すごいあのね、ミクとかすごい心配してくるミクにもそう、あとマリーもそう。今日ご飯食べましたって聞いてくる。ちゃんと食べてるよって返す、いつも。みんな優しい、みんな優しいよね。結構いろんなこと心配してくれるみんな優しいんですよ、うちのメンバーは。お母さんお母さんいっぱいいるよ。ミレイさんとかもすごい心配してくれるし、あ、ひなたんさん行けます、ありがとうございます。昨日もね、あのミーグリがあってひなたんさん行けますって報告してくださった方いっぱいいて嬉しいです。お待ちしてます、楽しみましょう一緒に。去年のひなたんさんめっちゃ楽しかったもんね。今年はより楽しいひなたんさんにしたいです。チケットが当たらない、あ当たるように願ってます。ここにいるまだチケットを持ってない方に捧げます。当たりますように、いっぱい来てほしいな。こんな感じでいいのかなショールームこんなゆったり喋ってていいのかな。まあいっか、コメントが早くて読めない。あら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 やばい、読めなくなってきた。髪伸びた、そう見てめっちゃ伸びたの、すごくない？気づいたらこんな伸びてた。でも髪長いとね、何でもできるから楽しいんだよ。ヘアアレンジもあんまやんないけど雑誌とかでね、いろんなことできるから楽しいんだよ。ロング好き？嬉しい。ニブちゃんくらい、あ、ニブちゃんめっちゃ短くなってたもんね。マジで可愛かった。私髪短い女の子好きなんですよ。可愛くてもうニブちゃん見るたんびにあ可愛いってなってる。マジで本当にキュンとした。
にぶちゃんに会った時可愛すぎて。うん、エアアレンジいっぱいする。でもライブではたまにするんだよ、ポニーテールとかハーフアップとかするんですけど、でもなんだかんだこういうのが一番落ち着くんですよね。だからライブで私のヘアアレンジ見れた人はだいぶレアかもしんない。あんましないから。ツインってはしないよ、やだやだひな誕祭で、ひな誕祭でやんないと思うよまあ 0.1% くらいは期待しててもいいよ。ガチャくらいの確率確かにじゃあ SSR だ、私のポニーテールとかは皆さんの運にかかってる。 0% じゃないよ、やる可能性はあるって話だから 0.1% くらいは残しとく。これみんなね、ゲームやってるからゲーム用語が飛び交ってるさすがだね。うん、ちょっとお水失礼します、すいません。なんか聞きたいこととかあったら質問お願いします。頼るの早すぎか、まあいいだろう本当が早すぎて読めないうーん、私の洞察力が試される今。ちょっと待ってね、拾えない、頑張れ。あ、今年のおみくじおみくじ引きましたよ、ちゃんと大吉引いてきました。でもなんか大吉引いたけど、なんか書いてあること全部とにかく待てって書かれてたのほぼ全部待てって書かれてて、私の運気は後半に来るっぽいです。全部全部待てだった、急ぐなって書かれてあった。でもちゃんとまあ大吉は大吉なんで、そこは運を信じてます。そう、のんびり待とう。
そう、のんびりね歩いてこうって話だった。慌てない慌てない。一休さんではない。まあ慌て失礼します。慌てるのは良くないから。あ、喉大丈夫ですよ。すいません、ちょっと最近ちょっと調子がおかしくて、喉だけね。体調は全然元気なんで大丈夫なんですけど、たまにちょっと出るかもしれないんですけど、気にしないでください。この季節は乾燥しますからね。皆さんも気をつけて。蜂蜜がいいよ。頑張ってコメントを拾いたい。お、頑張って拾いたいんだが。最近ハマってること、ハマってること、なんだろう、ゲーム普通か。ゲームとアニメ、漫画、いつも通り。でもアニメは最近ね、新しいのに手出すんじゃなくて、あの今まで見てたやつを見返してる、周回中今。そう、呪術廻戦とハイキューを今見返してます。新しいやつはね、全部集まってから、あの集まる全部終わってから見ようと思って。一気見タイプなんで待ってる、終わるの。進撃、そう、進撃ね、聞いてほしいんです。あの毎回結構序盤の同じとこで止まってたんですよ。でそれをあの春代に行ったら、その先がめっちゃ面白いんですよって言われて、あの初めて春代のお家に行って一緒に見てもらいました。誰か一緒にいたら見れるだろうと思って、隣に春代を置いて一緒に見てもらって、説明してもらいながら見た。それでね、あのなんかシーズン2とかっていう言い方があるのかな、進撃、わかんないけど、30後半ぐらいまでは行ったよ。ずっと止まってたところはね、無事抜けれた、よかった、危ねえ何回、3回ぐらい見返して毎回同じところで止まってたんですよ。よかったよかった。まあ、詳しいとこ行ったらね、見てない人にネタバレになっちゃうからちょっと言えないんですけど、30、40行ったかな、42、3話とかまでは行った気がする。そう、配給はね、2月に映画があるんでね、楽しみすぎてまたちょっと見返そうと思って見返してます。
今シーズン2の後半かな。2月までには間に合わせる、ゴミ捨て場の決戦まで。たまにコメント欄に五条悟がいるんだよな。めっちゃ面白い。お、8万いってる。ありがとうございます。こんな夜遅くにたくさんありがとうございます。幸せだ、嬉しいです。今日の靴下ただの白、真っ白。よし、頑張って拾おう、コメント。って思ったんだけど、お正月お正月はね、地元帰ってゆっくりしてました。ゆっくりして、まあ2割お正月の2割くらい推し活してました。まあブログかメッセージかどっかにまたお話しします。多分ブログかな。待っててください。お正月満喫したよ。餅食べた、餅食べた、2個食べた。お雑煮食べたからね。コメントが読めないよ。本当に読めなくなってきた。ちょっと待って。本当に読めない。ちょっと待ってね、頑張れ頑張れ。私あ、勉強頑張ってって言ってください。お、勉強頑張れ。ちょうどお勉強中の方もねいらっしゃると思うんで。お仕事中の方もいらっしゃいますよね多分。あ、いないか、日曜だといないか。でも日曜日もお仕事してらっしゃる方もいらっしゃると思うんで、みんな頑張れ、ファイトファイト、受験生ファイト。元気出ました、よかった。頑張れ頑張れ。アニサツ、お、アニサツありますよ今回も。でもね、あの去年のアニサツちょまだ出し切れてなくてまだ残ってるんですよ。だから今年の分はもうちょっと後になると思う。ちょっと去年の先に出させてください。
そう、待ってて、ちょっと。マリーちゃんとのエピソード。マリーは最近結構話してるよ。うん。昨日もね、あのミーグリのすいません。ちょっとお水タイム失礼します。失礼しました。ミーグリの合間にあのお味噌汁作ってたんですよ、マリーが隣で。それをずっと眺めてた。最近よく話します、マリーは。そう、味噌汁作ってたの。わかんない、なんでだろう。あ、寒かったからかな、温まりたかったのかな。コンロが違う、調理してたわけじゃないよ、お湯でね、作るやつね、インスタントね。炊き出しやってたやばいでしょ、マリーが。ミーグリでちょっとやってほしいな。ブラックコーヒーは飲めないです。ブラックは飲めないけど、カフェラテは飲めるようになりました、最近。暇さえあれば飲んでる。ハマった。大人やね、大人やろう。コーヒー飲めるんですね。本当にバカにしてるよね。怒っちゃうよ。怒んないけど。コーヒーゼリーは食べれない。うん。甘くないと基本的に無理かも。コーヒーゼリーはダメだったな。甘党、いや、甘党ではないかも。甘いのは苦手なんですけど、苦いのより甘いのが好きって感じ。お菓子とかそっち系はあのしょっぱいものっていうの、せんべいとか好き、チョコレートとかじゃなくて。なんで私の苦手なものを知ってんの。どっかでバラされてるか、私。
何が苦手？素材が甘いものが苦手。ざっくりしすぎ？お、9万人ありがとうございます。たくさんお集まりいただいて、あとちょっと、あと30分ぐらいかな、お付き合いください。生クリームはあんまりかもな。あの2ヶ月に1回ぐらいのペースでいいかも、生クリームは。わかるわかる。なんかね、昔は好きだったんですよ。昔はいけたんですけど、ケーキ一つ食べれるか食べれないかぐらいの胃になった。タルトの方が好きだな、フルーツタルトが好き。ね、タルトいいよね。タルトが一番うまい。甘さ控えめのものが好きだな。本当にコメントが読めない。頑張れ私。拾うんだ。ちょっとお水タイム失礼します。すいません。あら、10万人ありがとうございます。すごい、こんないっぱい、初めてだ。ありがとうございます。めっちゃ嬉しい。拍手。ありがとうございます。ポカ元気ですか？あ、そうだ、今日いないな。今日いないな。ごめん。ちょっともう眠いっぽい。ポカは、ポカもう眠いらしいわ。寝かしてあげよう。そう、うん、アライグマになっちゃった。今日のお供はこっちで。まあ、月曜日から僕はたくさんお仕事がありますのでね、ちょっとゆっくり寝かしてあげてください。金村とのエピソード、金村とのエピソードあるかな。なんか
隣にいるのが当たり前すぎて、なんか日常だった。他愛のない会話をしてます私たちは。コメントがそこに混ざりたい。混ざってみる。4期生とのエピソード。4期生はね、最近結構いろんなこと話すようになったんですよ。よりね。でも直近でめっちゃ話した記憶があるのは、はるはるかな。はるはるはね、いい距離感作るよね、あの子。後輩力マジで高い、超高いです、あの子。だいたい後ろからあのお疲れ様ですって声が聞こえてきた、だいたいはるはるだから。コミュ力お化けだよね。ちょっと言えなかった。甘噛みした。いつもよくね、笑顔で笑ってくれるから話してて楽しい。あとね、あのようこちゃん、ようこちゃんに前ツアーの時に教えてもらった漫画があったんですよ。これおすすめなんですってめっちゃ熱弁されて、その漫画を買いました。まだ読んでないんですけど買いました。ちゃんと読もうと思って。それをね、あのヨコちゃんに伝えようと思って忘れてた。今言っちゃった。今度会ったら教えてあげよう。タイトル？タイトルはヨコに聞きな。見てるかな。買ったよ。ラジオ聞いてるわ。ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。ちょうどね、昨日ん昨日か違うわ、一昨日だ。やばい、曜日感覚がやばいです。一昨日ね、ちょうど大阪のクエストが終了しました。大阪楽しかった。よかった。結構ね、話したもんね。
どしどし、なんか聞きたいことあったら書いてください。全力で拾います。私の目に止まる、止まったらいいな。頑張れ私。全力ぶりっこしないです今年やりたいこと、今年こそ旅、頑張ってみる努力はする。旅行はね、頑張りたいな今年。一人旅、スクショタイム、どうしよう、うん、はい、ウィンタースポーツは超やりたい。ウィンタースポーツやったの、いつが最後だ。小学校6年生の時に、だから12歳の時にスキーやったのが最後かも。全然縁がなさすぎて、ウィンタースポーツ。スケートやりたいんだよな。スノボはできないです。ちょっと怖くてできなかった。スキーならまだまだ滑れる。寒いとこ苦手そう分かってるね。寒いのはめっちゃ苦手。でも雪は好きです。でも寒いの苦手なのね、冬が好きなんですよね。おかしいですよね私変わってる。スキー派。スキーいいよね。スキー楽しい。鎌倉でゲーム、なんて素敵なことを。絶対楽しいじゃん。鎌倉作ってみたい。スノボ面白い。怖くてできない。恐怖心が勝っちゃう、やっぱ。でもいつかやってみたいな。かっこいい、滑れたら。スノボ、かっこいいよね滑れたら。どう、女性でめっちゃスイスイスノボ滑ってたらかっこよくない？恐怖心にさえ勝てれば滑れると思うんだ。自信だけはある、自分の運動能力に。期待はしてる。
バランス感覚、そう、バランス感覚、体感はねまだある方だと思うんですよ。だからでもやっぱスポーツやりたくなるんですよね。今ちょうどその配球見てるからバレーボールがやりたくてやりたくてしょうがない。誰か相手になってくれる子はいないかな。めっちゃスパイクとか打ちたい。てかサーブ打ちたいな。私サーブ得意だったんで。春高バレーやってたね。春高見てたよ。男子も女子も見てた。面白かったな。女子の決勝割と面白かった。高校サッカーもねちょっとだけ見てたな。最初の方はあんま見れてなくて、最後の方はちょっと見てました。結構面白かったね、スポーツ。年始結構スポーツあるから楽しい。駅伝とかもあったし、毎年見てる。駅伝と高校サッカーと春高バレーはもう毎年見てる。バスケはねアニメでしか見たことないからちょっと教えて、ルール見てみたい。ちゃんとルール分かった上で見てみたい。スポーツ好きなの意外。え、本当に？私結構スポーツ好きだよ。割とスポーツ一家だったからな、私の家族が。私もずっと水泳とバレーやってたんで、小学校の時は水泳、中学はバレーやってました。スポーツ好きなんだよ意外と意外とやれば何でもできちゃう。それなりに、完璧にはできないけどそれなりにできる。習い事は水泳教室とそろばんやってました。習い事はそれくらい。バタフライ泳げるよ。一緒？同じだね。フラッシュ暗算しよう。懐かしい。フラッシュ暗算めっちゃやってたな。暗算割と得意の方だったんですけどね。でも普通に今なんかこう買い物とかしてて計算する時とかもう普通にね、あの手の上であのコマ弾いちゃうずっとこうやってやっちゃうもう目の前にね、空間にあるの、ここにそろばんが。それですぐ計算しちゃう。だから逆になんかもう普通のなんだろう、筆算とか計算式分かんなくなる。逆に結構ちゃんとやって2年間やってたんだっけな。
4年生から6年生までやって、初三は初三は準2級、暗算は2級ぐらいまで取りました。でもうちょっとちゃんと続けてたらね、もうちょっと級上だったかもしんないけど、でも小学校で辞めるって決めたからそこまでで取れる範囲取りました。すごいのかな、わかんないけど、すごいすごいのかな、これ。嬉しい、すごいんだったら嬉しい。バレーボールしてるとこ見たい、やりたいな。心強い小学生、本当にそうだった。目標だけは高かったよ、私。水泳もあのクロールのテストでずっと止まってて、そう、2、3回受けて、でもラストこの月で取れなかったらやめるって決めてテスト受けに行って、最終その息継ぎの仕方がおかしいってことに気づいて、そこで4回目ぐらいでやっとクロール泳げるようになって、そっからもスイスイスイって言っちゃった。レベルがあったんですけど、その0から30まであって、その30でトロフィーがもらえるんですよ。トロフィーもらうまでやめないって決めて、トロフィーもらってやめました。だから実家にあるよ。いや、小学2年生の時からやってたんだっけな。2年生から5年生ぐらいまでやってました。あと5分だってみんなあと5分だってさ。12万、あら、ありがとうございます。嬉しい、ありがとう、いっぱい夜遅くにありがとうございます。延長して延長したいよ、もっと喋りたいよ、みんなと。全然もっとコメントと会話したい、この時間が一番楽しい。耳かけて、はい、またやってください。またやる？またやるか、じゃあ。あ、コメントが早くなってしまった。元気もらいました、よかった、ありがとうございます。私も元気もらいました。配信楽しかった、よかった。楽しい時間になったのであればよかったです。いや、
よかよか。今日はよく眠れそう。ゆっくり眠ってください。明日から月曜日なんでね、ゆっくり寝てお仕事とか学校とか頑張ってください。私もお仕事頑張ろう。あと3分だってみんな。あともうちょっとで終わっちゃいますよ。なんか告知事あったっけ。まず今夜ひなあいがあります。ぜひご視聴ください。よろしくお願いします。あ、トライアングルさんね、トライアングルマガジン1月23日に発売なんで、ぜひそちらもチェックよろしくお願いいたします。いっぱいね、その先行カットとか見てるよって言ってくれた人もいっぱいいて嬉しかったです。ぜひぜひチェックよろしくお願いします。お水飲んで、ね、飲みます。温かくします。全然ご心配なく大丈夫なんで。あと1分だ。みんなありがとうございました。今日はすいません、12万人もありがとうございます。たくさん本当に嬉しかったです。すごい楽しかったし、久しぶりだったけどね、みんなとお話できてよかったです。ありがとうございました。みんなも楽しんでくれたかな。寂しい。またやるか。じゃあね、またやりましょう。したらまた集いましょう。集まろう。こちらこそありがとうございました。皆さんゆっくり寝てくださいね。では終わりたいと思います。皆さんありがとうございました。またね、おやすみ、バイバイ。